勝海舟。1823年3月12日、1899年1月19日、享年77歳、幕末の幕臣。蒸気船、海輪丸、で、日本人で初めて太平洋を、横断、江戸無血海上を成し遂げた人物。また我らが坂本龍馬の、人生の方向性を決定づけた師匠である。生まれは江戸、本所と喫水の、江戸っ子であった。現在の東京都墨田区、年表は、以下の通り。1823年、1歳、江戸に、生まれる、幼名は林太郎。1850年、28歳、蘭学塾を、開く。1860年、38歳、海輪丸を、操縦して太平洋を、横断する。1864年、42歳、神戸海軍総連勝、開設する。1868年、46歳、江戸無血海上。1872年、50歳、海軍大夫に、就任する。1873年、50歳、三義県海軍長に、就任する。翌年8月に、辞任。1877年、55歳、伯爵を、授けられ、家族となる。1892年、70歳、慶喜の、子を養子とする。1899年、77歳、死去。勝海舟の生涯。それでは、勝海舟の生涯を、見ていきましょう。貧しかった幼少時代。勝海舟は、幕臣の旗本という身分の、家に生まれました。しかし、幼い頃の海舟の家は、大変貧しかったと言います。なぜなら父の正吉、一言で言うと、ろくでなし、の、男だったからです。大変素行が悪く、一生無役で終わりました。若い頃の海舟は父親とは、逆の生き方を選び、剣術に励んだり、蘭学を学んだりしていました。しかし、相変わらずお金には苦しかったのでしょうか？海舟の転機。そんな海舟の転機は、日本の大転換期でもあった黒船の来航でした。この前代未聞の大事件を、目の当たりにした幕府は、身分に関わらず海防に、対する意見を広く募集したのです。そこで提出した意見書が、当時の老中主座、安倍正弘に、認められ、出征の足がかりとなりました。その後、江戸幕府が設立した長崎海軍伝習所の、一期生に加わり、蒸気船の操業技術を、学びます。そして日米州交通省条約を、批准する幕臣たちを乗せた船、海輪丸、を操縦し太平洋を、横断しました。これは日本人初の偉業です。幕臣でありながら明治維新でも、名を残す。帰国後は幕府内の重要なポストにつき、幕臣ながら明治維新において、重要な登場人物となるのでした。勝海舟派大政奉還が、行われた後も、新政府と徳川家を取り持つ役、目をしています。というのも、新政府は政権を握ったものの、まだそれをうまく運営できる力は、ありませんでした。そこで海舟は、渋沢栄一や西山根など、旧幕臣の優秀な人材を、新政府に推薦していたのです。さらに海舟自身も、海軍大捕、海軍のトップ、や、三義と海軍長を兼務したりと、明治新政府内でも重要な役、割を任されます。ですが徳川家に対する忠誠心も、消えたわけではなく、自身の嫡男が急逝した折には、徳川慶喜の十男、桑氏を、養子に迎え、勝家を継がせました。そして77歳となった海舟は、お風呂から出たところで倒れ、勝海舟。これでおしまい。という最後の言葉を残してこの世を、去ったのです。勝海舟にまつわるエピソードや、伝説。それでは、勝海舟にまつわる具体的なエピソードを、ご紹介しますね。勝海舟派江戸城の、返還を狙っていた？勝海舟といえば、江戸無血海上の立役者として、知られています。1868年に、行われた、新政府側の西郷隆盛との、会談が有名です。当時の江戸は、世界的に見ても人口が、多く密集している地域でした。そんな江戸が戦火に包まれたら、多くの人々が命を落としていたはずです。
しかし勝海舟と西郷隆盛は、それを選びませんでした。現在でも美談として語られるエピソードですが、勝海舟は、江戸の人々を守るために、無血開城をしたのでしょうか。それに廃屈家の考えが、勝海舟に刃あったようです。まずは、徳川慶喜からの指示でした。いわゆる上司からの命令なので、至ってシンプルな理由ですね。また内乱に乗じて、諸外国が介入してくることを、防ごうともしていたと考えられます。当時、外国の植民地にされていた清や、インドのようになることは避けたかったということです。さらに歯向け使い上することによって、新政府側から徳川家にとって、有利な条件を引き出そうとしたそうです。有利な条件とは、徳川家の所領の現状維持です。それだけではなく、一旦新政府側に引き渡した江戸城を、再び返してもらうことを、狙っていたようです。結局、その願いは叶いませんでしたが、交渉相手の西郷隆盛はかなり苦しい立場に、追い込まれていたそうです。旧徳川家臣をリストラする立場に、1868年、徳川家に対して処分が、下されました。それまで400万石もあった所領、旗本の、分も合わせると800万石とも、がするが、とうとう身の70万石に、減らされるものでした。江戸城返還までも目論んでいた海舟でしたが、その時は徳川家の家臣たちから相当恨まれたようです。ただ、慶喜の命は助かりました。慶喜の後を継いだ亀之助、後の家里、橋津岡城へと移ります。これだけ所領が減るとなると、当然養える家臣の数も、激減します。そこで勝海舟は、少なくとも2万人以上の、家臣たちをリストラせざるを、得なくなりました。家臣たちに対して、1、新政府に出資する。2、農業や商業を、始める。3、無給を覚悟して、静岡に移住する。という3つの道を選ばせることにしたのです。しかし徳川家を去ったのは、結局1万人にとどまりました。無給でもいいから徳川家に、仕えようとする精神は素晴らしいのですが、実際の生活は悲惨なものでした。家臣の家族全員が餓死するようなこともあったそうです。そこで海舟は、自腹を切って家臣たちの生活を、支えました。その資金は、自身の息子、小六の海外留学のために、積み立てておいたお金だったそうです。それを見た徳川家も密かに、お金を海舟に渡し、家臣たちの生活費に回していたようです。今日のまとめ、勝海舟はどんな人物だったのか、簡単にご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。勝海舟は、若い頃は貧しかったが、黒船来航を、きっかけに出世をした。明治維新の立役者の、一人でもあり、新政府にも出資した。晩年まで徳川家のことも、思い続けた。人物と言えるのではないでしょうか。時に恨まれたりもしましたが、新しい国の姿を見据えて、行動したその姿には、本当に頭が下がりますよね。今日は、幕末から明治を、駆け抜けた勝海舟の、人生をご紹介しました。